皆さんこんばんは。川崎 FM 夜10時からは自然環境教育番組 To the Nature をお送りします。ナビゲーターは環境教育インストラクターの舞春里です。今夜も皆さんと楽しく放送してまいりましょう。さて今日もロケの模様をお送りします。早速ですがどうぞ。はい、さて皆さん、私は今山梨県は山梨市万葉の森に来ています。今日は西沢渓谷ガイドの会会長でいらっしゃいます佐藤和明さんにご案内していただきます。佐藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。佐藤です、よろしくお願いします。それでは、素敵な公園ですけれどもご案内していただきましょう。わかりました。この公園は誰が作ったと思います？最初誰でしょう。山梨市長でしょうか？全然違いますね最初はですね、これは防災林として、その笛吹川の氾濫を防ぐために、武田信虎の長男である武田信玄、当時春信と言いましたけど、その方が信虎の命を受けて作ったものですね最初は。今年は武田信玄生誕500年ということで、この記念の年にこちらの公園を回れるというのは大変私もありがたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。治水三傑と言われておりまして、だいたい戦国時代の治水の王者が武田信玄、それから幕末の有名な方が岡山県の百軒川っていう暴れ川があるんですが、それを沈めるために工夫した津田長津田さん、それから次が天竜川の水を収めるために活躍して造林事業をやった金原明善という方、これが日本の3人の有名な方ですね。笛吹川も暴れ川として氾濫して、まあ、住民たち困っていたっていうような有名なお話が。そうですね、甲斐国は昔から山に囲まれてましたから、その水が雨が降るとどっと集まりますから、この一箇所はこの差し出の堰と言われてました万力公園、それから一番皆さん有名なとこは竜王町の信玄堤ですね。あそこも信玄が作ったものです。それから春日井に地下津の堰ってありますが、そこは面川と氷川が合流地点ですから、やっぱり暴れまして、それを沈めるために信玄が作ったものですから、その3箇所水難箇所がありました。はい、はい、ということで今日は山梨県は山梨市にあります万力公園万葉の森をお散歩します。万力公園、佐藤さんのお話にもありましたけれども、近くを流れる笛吹川、笛を吹く川というふうにお書きするんですけれども、まあ、こちらがかつては暴れ川と呼ばれるほど氾濫しまして、人々を悩ませていたそうですよね。万力という地名は万人の力を合わせたような強固な鼓を築けるようにという願いを込めて名付けられたと伝えられています。万力公園は洪水から村人を守るための治水事業としてできたんですね。万葉の森、こちらの公園内を歩くルートにはエリアごとにテーマがありまして、春の道、夏の道、秋の道とね、季節の名前が付けられています。道に沿って万葉集の歌碑が点在しているんですね。自然の石に歌が刻まれています。こちらの石に刻まれている文字は山梨市の文化協会の婦人部の方が書いてくださったそうです。その歌碑の脇にはその歌に登場する草花が広がっています。まあ、そしてね、今回は閉鎖中で入れなかったんですけれども、草花だけでなく万葉集に登場する動物もいるんですよ。それでは皆さんと歩いていきましょう。これから春の道を歩いていきますよ。はい、春の道を歩いていましたら桜があります。こちらは万葉集に書かれている桜の歌でしょうか？そうですね、これ春雨に争いかねて我が宿の桜の花は咲き始めにけりということで、読み人知らずなんですよ。万葉集約4500首ぐらいありますけれども、読み人知らずというのが非常に多いんですね。
これ春雨に抵抗しかねて私の家の庭先の桜の花は咲き始めたことであると、こういう意味なんですね。素晴らしいですね。こちらに立派な万葉の森と掘られた石があります。こちらは天然の石でしょうか？そうですね、これは天然の石で、当時市長をしておりました、高田清和さんという方が寄付したものですけども、地下へですね約2メーター、それから地上が 5.5 メーターありまして、坂織の山崎というところから切り出したもんで山崎石って言われてますね。大きいでしょ、はい、大きいですね、立派です。本当にその私たち山登った時も 岩がたくさんありましたけれども、やっぱり石がたくさん取れるんでしょうね。そうですね、かなりあちこちに素晴らしい石がありますね。はい、今噴水のところにやってきました。毎年万葉のお祭りがあると伺いました。はい、そうですね、だいたい毎年ですね6月の中旬に万葉の歌祭りというのがありまして、蛍祭りをやったり、それから今おりますこの噴水広場のところで、朝から夕方までずっと万葉集を語る、その万葉の歌祭りを舞台を作ってやってます。はい、はい、だいたい3日間でですね4万人から5万人ぐらいですね。この静かな公園がすごいんです。万葉の世界を巡るような、そうですね、なんとなくそういう雰囲気が出てきます。はい、こちらはブロックが重ねられているんですけれども、これは何でしょうか？これはですね平成3年からホタルの養殖をしながらホタル祭りをやるんですが、その材料なんですね。今ホタルが育っているところなんでしょうね。でもうね育ち終わって、今年はもうまたああいう水辺の中へ土の方へ入った後ですね、だいたいホタルどのくらい飛んでるか分かりますか？幾日ぐらい飛んでるか。あ、1週間ぐらいですか？あ、近いですね、10日だそうです。ほとんど地中の中で生きていて、そして世に出てくるのがだいたい6月中旬頃ですね、6月の初旬頃出てきて、そしてここを飛び交うんですけれども、飛び交ってもね、上を飛ぶホタルと下を飛ぶホタルがあるんですよ。なんだかわかりますか？オスとメスとか。そうです、なんです。オスは自分の勇姿を見せつけるために高く飛ぶんです。でメスはだいたい水を好みますから低く飛んでますから、でオスが高く飛んでいて自分の気に入った方がいると急降下してきて、そしてタッグを組んで水辺の中へ入る、そういう習性を持っています。この付近へね宿泊した方がだいたいバスでここへ来て、かなりの人数になりますけどね、夜そうですね9時頃までこの静かな公園が非常に賑わいを見せる。はい、アジサイのところにやってきました。ちょっとねお花は終わってますけれども、ご紹介していただきましょう。そうですね、昔はアジサイっていうと全部山にあるこの学アジサイが中心だったんですね。でこの歌はですね、アジサイの八重咲くごとく八つ夜にを今瀬我が瀬子見つつ忍ばん、これは橘の諸見という方が作った歌でして、アジサイの八重に咲くように幾重にも栄えておいでください、我が君よ、私はその立派さを仰いで感嘆いたしましょう、とこういう歌ですね。いいですね、その繁栄を願って。あ、素晴らしい歌です。さて皆さんも、ね、ご存知だと思うんですけれども、今の令和ですね、令和の令和というのは万葉集から取ったというふうに言われています。佐藤さんにご紹介していただきましょう。はい、有名な文学博士の中西進先生が、たまたま山梨へ平成6年に参りまして、この一つ松という碑を作りました。
で、その時にこの中西先生が何で有名になったのかっていうと、この先生が選んだのがですね、令和という字なんですが、最初から令和という言葉はなかったんですよね。初春の霊月にして清く風やわらぎ、梅は経典の光をひらめき、それから蘭は背後の春を変わらずと、こうありますけど、これのですね、霊月の霊とそれから風やわらぎの和を取りまして、この先生がつけたのが令和で、でそれが結局令和になりましたよね。令和の年度になりましたよね。それで急にですね、半年に5000人ほどここへ来ました。その代表的なやっぱり見たいっていうのは、中西先生が平成6年に来た時に万葉集の中から選んだ句がここにあります、一つ松というものですね。一つ松、幾よかへぬる吹く風の音の清きは年深みかもとありますけど、ここに一本そびえ立っている松が一体どれほどの歳月を生きながら経てきたのであろうか。梢を吹く風の音が清らかに響く、それもこの松が長い歳月を経てきたからに違いないと、こういう意味の歌なんですけどね。いいですね。これを作った方は中西先生ではなく、市原大君という方が約西暦730年ですか、その時に作った万葉集の中の一つですね。この方は市原大君は天智天皇の三代目のお孫さんにあたる方で、非常に琴の名士だと。ですから普通の人よりもその風とかそよぐ風なんかは感じやすいんでしょうね。私たちとは違って、凡人とは違いますからさて今ね、山梨市をうまくその表現している表現するのにぴったりな歌があるということで、こちらにやってまいりました。こちらの歌をご紹介していただきましょう。はい、山梨市の代表的な果実はですね、やっぱり桃とかそれからブドウなんですが、特に、桃はですね、春一色で甲府盆地を紅に染めますけども、その代表的な歌が万葉集の中にありまして、春のその紅に酔う桃の花、仕立てる道にいで立つ乙女と、こういう歌ですけれども、春の空は紅に美しく輝いている、桃の花の色が赤く映える道にいで立つ少女の姿よと、こういう歌ですね。これは大友のやかもちですから、大友のやかもちの歌が万葉集が一番多いとされてますね。とても情景が浮かぶ綺麗な歌ですね。はい、梅の木が見えてきました。こちらにも素敵な歌があります。そうですね、約7本ほど梅が植えられておりますけれども、これはですね、天平年間西暦730年に大友旅人が万葉歌人を自分の邸宅に集めまして、その時に歌った梅殿下の一首です。我が園に梅の花散る久方の、雨より雪の流れ来るかもと、大友の旅人が当時指導者でしたから、この方を中心に万葉集は広まったと言われておりまして、我が家の庭園に梅の花が散っている、いやこれは大空から雪が流れてくるのであろうかと、こういう歌ですね。正月13日ですので、私も正月13日おかしいなと思って、よく調べたらば、その頃は旧暦ですから、旧暦ですとちょうど梅の花が散る2月に当たりますよね。素晴らしい歌でしょう、ね、一面にこう梅の花びらがこう広がっている風景が思い浮かびますね。梅連歌の32首の中にこれも含まれておりますね。こちらはですね、岩光亭に来ました。岩光亭についてご説明していただきましょう。はい、はい、
これ甲州流川除け法の代表的なものとして知られております。信玄が川中島の合戦で、この陣立てをいたしまして、軍をですね5段階に分けまして、一陣が敗れても次の陣があると、二陣が敗れても次の陣、三陣四陣とあれして、全部で五本の石櫓を作りまして、それをこの笛吹川の急流に斜めに設置をいたしまして知られています。そうすると川の流れがかなり柔らかくなりますので、急流を防いだと言われておりまして、甲州流川除け法の一つです。で、信玄の作ったものはすでに天正11年の水害で全部流されまして、その後徳川幕府が、徳川家康が中心となりまして、1600年慶長5年にですね、作られたものが今一つ残っています。5本のうちですね一つ残っていまして、山梨の重要文化財になっておりますね。これ下へ 4.5 メートル埋まっています。上1メートルほど出てますけど、元はかなり高い堤防だったんですね。これが5本斜めに設置されていたもんですね。で、あと信玄の今残した甲州川除け法というのは清牛というのと、それから霞堤、それが今も甲州流川除け法で、国土交通省あたりも使っておりますけれども、ここにはもう一つですね霞堤がありますから、この先行って説明いたしますね。はい、霞堤、これはですね堤防のことなんですけれども、堤防の途中が切れてるんですね。プチって切れてるわけではなくて、その切れてるところが二重に堤防になるようになっていて、堤防と堤防の間がこう間隔があるんですね。ですので、その川の水が増えた場合に、上流から来た水がその切れ込みを通って逆流するような、水の逃げ場ができているような感じですね。そういうことで洪水からね町や村を救ったっていう風な、本当に賢い治水の事業ですよね。万葉の森、この他にはですね日本文学者の犬飼貴司さん直筆の歌碑がありまして、そしてさらにご自身がお読みになっているその音声も聞くことができるんですよね。私も聞いたんですけれども、本当に生の声で、歌を読んでらっしゃる、もう本当にこれは貴重だなと思いました。万力公園、万葉の森、まだまだご紹介、ね、したいことがたくさんあるんですけれども、お時間のね、関係で、まあ、この続きはぜひ皆さんね、訪れていただきたいと思います。これから秋の行楽シーズン、コロナの状況がね分かりませんけれども、もし、お出かけできるタイミングでしたら、ぜひね、皆さん足を運んでいただきたい。まあ、季節の移ろいですね、秋の景色もとても美しいと思いますし、また文学に触れて、そしてお散歩と、まあ、楽しんでいただきたいと思います。川崎の皆さんにとっては、その多摩川の上流でなりますのでね、とても縁がありますし、またねお車、電車でもねアクセスがとても便利ですので、ぜひね足を運んでいただきたいなと思います。佐藤さんに前回仏沢、友沢もご案内していただいたんですけれども、本当に佐藤さんがとても詳しくて、お詳しくって、やっぱりそういう知識というのはガイドをなさりながらこうお勉強もなさったんでしょうか。そうですね、会社にいるときにやはり営業の会社ですから、それから一時ガイド教育何回も携わりましたので、やっぱりお客さんが知りたいと思うことは普段話されていないことだと、新しい発見をしないとお客さんは喜んでくれないなと自分自身思いましたので、その都度その都度古い書物を広げながら、今の年齢でもまだ勉強しているところです。はい、そうなんですね。本当に新たな発見がたくさんあって、私も、ただこうお散歩といって歩くよりはやっぱりガイドさんと一緒に行った方が面白いなっていう感想を持ちました。そう思っていただければありがたいですね。
これからもぜひ一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。佐藤さんはその若手への教育もなさっている、まあ、ご指導ですかもなさっているというふうに伺ったんですけれども、そのお話ししていただけますでしょうか。皆さんそれぞれね、勉強はされていると思いますけれども、やっぱり自分がこれだけ何としてもこの部分については誰にも負けないぞという生きがいをね持って、そしてそれだけの気概を持ってやることがやっぱりお客さんに相通ずるとこがあるのかなと私は思うんですよね。ですから全部完璧に覚えなくてもいいですから、ここは私がポイントだからこれだけは自分でもって人よりも優れた案内をしようと、そういう考えが必要な時代になってきたんじゃないですかね。はい、佐藤さんからねありがたいお言葉いただきました。今ねラジオを聴きの皆さんでガイドを目指している皆さんでも、そうではなくても皆さんねの心に響くお言葉だったんじゃないでしょうか。一つのことをね掘り下げていく、これはですね本当にどの分野も同じだと思いますね。皆さんの活躍している分野でそれをこう掘り下げていく、誰よりもこれだけは負けないものを作るってね、これがですねやっぱりその大きな力になってくれるんじゃないかなって私も思います。ガイドをしてくださった佐藤さん、先日私が武田信玄公生誕500年、記念事業コースを歩いてきたというふうに申し上げましたけれども、このガイドの佐藤さんがこちらの武田信玄公生誕500年記念事業コースをお作りになった方なんですよね。そして私が世界初に、こちらの武田信玄公生誕500年記念事業コースを歩いた初めての世界初めてのお客様だったわけなんです。仏沢友沢コース、森を歩いてますと岩がたくさんありまして、本当に巨岩の森ですよね。仏様が逆さまになっているような逆さ仏の岩から、また本当に大きな、岩があったり、また、富士見台といってね富士山が見えるようなところもありますので、これから紅葉の季節もとっても美しいと思いますね。ちょうどいいと思います。私も歩くのにそんなに無理しないでね、私でも歩けた、とても歩きやすいコースですので、ぜひね皆さんも歩いていただきたいと思います。はい、山梨市はですね、甲府市ユネスコエコパークに認定されてまして、長野県、山梨県、埼玉県、東京都1都3県のまたぐようなもう広い範囲でこう山梨市も甲府市ユネスコエコパークに認定されてるんですよね。やっぱ山梨県はその、もう自然が豊かです。武田信玄はじめ、歴史があるところで、そしてね、フルーツ王国とも言われている、産業も豊かなところですので、ぜひその甲府市ユネスコエコパークとしてのね楽しみも皆さん味わっていただきたいなって思います。ということで、あっという間にお時間経ってきてしまいました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。マイハルリお便りで検索して、こちらの番組のお便り送信フォームが出てきますので、そこから送ってみてくださいね。引き続き川崎 FM でお楽しみください。ということでですね、ご紹介いってみましょうか。来週も To the Nature、 来週も自然の中でお会いしましょう。